どうも、スノボです。今日はですね、達人深澤達也が久しぶりにクレーンゲームのスゴ技を見せたいと思います。ということで、今日はこちらエブリデイ鳥取さんにやってきました。今年の正月に埼玉県八潮市にグランドオープンした世界一を超える宇宙一のクレーンゲーム専門店です。いいですね。はい、そうです、そうです、そうですよ。だから今日はここで僕が必死のテクニックを伝授したいんですが、その前にですね、今日はなんと日本クレーンゲーム協会の代表理事の方が特別に来てくれました。すいません、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、クレーンゲーム協会代表理事の中村秀夫と申します。よろしくお願いします。すいません、わざわざありがとうございます。本当にずっと来たかったの でなおかつその、はい、検定があるじゃないですか、はい、もういずれはちょっと受けたいなと、はい、ちょっと思ってるんですが、はい、で、なんか今日はあのテクニックが、はいはい、一応この12個テクニックがあるんですけど、一緒にちょっと教えてもらいながらみんなにも伝授していこうかなみたいな感じなんです。ちなみにですね、何でしょう、僕のことを知ってくださってるみたいなので、中村さんなんですか。はい、そうなわけないだろ。だって俺だって知らなかったメンバーは、メンバー YouTube を見てくださった。はい、見ました。はい、ありがとうございます。 YouTube でチーム見ました。ありがとうございます。どうなんですか、この動画を見て、はい、スタッフさんのなんか腕前というか、はい、センスがありますね。あれあげます、あげるじゃない、あげます、あげて、あげトレードしましょう。トレードしましょう。というわけで、初心者コースはね、雪崩をちょっとやりたいんですけど、雪崩っていうのは、まあ、簡単なんですよ。こうやって、まあ、ちょっと詰め合わってるやつを、普通だったらなんか一個ずつ取るのが、確かにゲームなんですけど、でも、あえて真ん中に持ってって、両方のアームで後ろから押して、こう、前に流れる。押すの？押すの？すごい説明になかった。そう、これとりあえずじゃあ1で真ん中まで持ってくる。ど真ん中です。今の説明です。OK です。はい。で、これは、真ん中一番盛り上がってるところのちょっと後ろぐらいで一番盛り上がってるとこ、盛り上がってるライブ会場の裏みたいなところね、そうを押すと多分取れるんじゃないかなと。えっ、ライブ会場のもう一回、はい、まあでもまあまあいい感じのところですね。まあまあ、うん、いい感じじゃないですか。おいい感じですね。はい、はい、いい感じですよ。なだれるこれ、なだれる、おー、もう一枚、もう一枚、もう一枚、ラウンジでいいか。多分これは僕できちゃうんで、できちゃうから。でもこれって山高い方がやりやすい。そうだけど、これは今ちょっと手前に来たから、あの辺真ん中で、これは本当ちょっと、あ、早い早い早い。いやいや、これでもいいのかもしれない。お、いけじゃん、いけじゃん、いけじゃん。いいんじゃないの？どうかしら。どうだ。おお。これは、いや、普通に撮ってるこれはスイートで、本来は多分上からもっと当たるんですよ。もっと行くってこと。今のナダルじゃないんだ。あ、じゃあ、ね、僕やります。ナダルで、でもさ、これさ、俺一個取らなかったらヤバいんだけど。真ん中にやるよ。てかさ、負荷迷いがない。おー、いいっすね。もうでもいいんじゃん。え、バッチリですね。バッチリ。見ろよ、これが初心者とプロの。はい、これは感じですかね。すごい、輝いてるよ。すごい、マジですごい。あ、あの、違う、どうでした。すごい、いややっぱプロ級ですね。技をよく熟知しております。はい、というわけでここは横滑りの会場となっておりますけど、まあ、横滑りはもう簡単です。そのまま普通にでもこれだと右のアームでちょっとずつこう滑らしてって落とすっていう。でも多分場所悪いと多分なんかちょっとしか進まなかったりとか、あと変な方向行っちゃう、そう行ったりとかもあると思うから、そういう意味ではちょっとやっぱ難しい、中級ぐらいになってますね。1回じゃ無理ってことだよね。1回じゃ無理です。これはだから何百円がかかると。もちろんもちろんもちろん、そうです。それはクレーンゲームのやつです。でも技だ。はい、技ですから。じゃあ早速、じゃあさっきやってないメメ行こう。よっしゃ、横滑ろ。いや、なんか横滑りうまそうな顔してんな。そんなことがある。一回横滑り、横滑りしよう、横滑り。えー、いいんじゃない、いいんじゃない、お、いいんじゃない。うわ、ちょっと行き過ぎた、奥。あ、でも軽いから、多分。あー、まあまあ、でもそうです。これちょっと協力して起こしてほしいな。滑ったね、今。確かに、翔太、翔太、翔太。あ、でも斜め、あ、そう、でも右の角を狙えばない。右の角を狙えばない。ヒロピー、頑張れ。さあ、
いや、早くない？早いな。いや、ここがショピマルを信じよう。ちょうどいいかも。ショピマル。いや、でも分かんないっす。あ、ショピマル、いいんじゃない？おぉ、いいんじゃない？いけ。おぉ、滑ってんね。おぉ、お願いします。お願いします。3ぐらい。4さん。うすない？ナツくん得意そう。ヒカルだってプレーゲームやりますからね、意外と。うわ、なんかプロ視線すごい高い。あ、ちょうどいいですね。いるんじゃないの？あ、いいっす、いいっす、いいっす。あ、いいっすね。お、いいんじゃない？これはいいっすね。スポーンって。うえー、横滑り。うまない。おやるやつ、いい顔して。結構やめちゃうやるんじゃなくて。でまだ状況あるからね。え、むずっ。え、でも今みたいなやり方で落としていくんだよね。そうっす。ここに横滑り。どう？え、遠くない？あ、ちょっと遠いわ。あ、遠かったかな。何してんだよ。あ、気づかちゃうよ。あ、こういうのは無理だ。次は苦手なんだ。お前、社会人だよ。まだ横滑りしてるわよ、ババ。今、ノーダメージじゃなくてよかった。いや、工事行こう。滑るの得意なんだけど、やばい。普段から滑ってからな。クレーンゲームをね、この前深さんと行ったの。あ、やりましたね、やりました。取れたのよ、俺。取れましたね。結構得意よ。はい、やってください。滑るの大好きだから。そうです、いつも滑ってますからね。はい、いいね、いいフォルムだね。くっせぇ。このままこういっちゃう。絶対滑る。大体取っちゃう。あ、いいね。ちょっともう滑ってる。あ、もう滑るじゃん。早く。景品を滑らせて。任せて。なんかね、あ、押すボタンがね、癖が強い。中指と薬指で押してるんだよ。癖が強い。あ、まあでもいいかもしれない。いいんじゃない？落ちんじゃね？落ちんじゃね？うまいんじゃない？おー、いい。やばい。お、ギャッと。来い。おー、いいね。じゃあ、決めちゃう、伊達さんで。伊達さん、決めちゃってくださいよ。伊達、決めちゃってよ。あ、え、お、うまい。いや、うまい。地図が繊細だから。あー、どうなのこれ。ちょっと次。いや、角度いいんじゃない？角度いいんじゃん。いっちゃえば。あー、惜しい。これでみんなやりましたよね。みんなやりました。じゃあ私行きますね。おいしい。おいしい。これやら、パスして、パスして。でも、シナリオ通りですか。でもこれ、多分一回じゃ取れないわ。本当に？うん。またまたそうやって振っちゃってさ、一回で取っちゃうんだろ。振りも上手くなってきたな。いい角度じゃないですか。うわ、一回じゃいけないかもと言いながら。すごいね、いい角度だね。俺これ待って、結構うまくね。しっかりじゃん。うわー、これ一回じゃ落ちないですよ。ちょっと今浮いたよ。一回じゃいけねえのか。あれは無理だよ。じゃあ例えばやっぱうすない。いいかもしれない。いいんじゃない。お、落ちんじゃね、落ちんじゃね。おー、行きましたね。これはさ、みんなで行きましたね。針の穴の。美味しいところ開いたけど。分かんないけど、これは全員で取った。これはもちろんこれは全員で。これ給湯分しよう、ハサミ。はい、というわけでこれが鍵穴オーシャンです。まあ多分なんか見たらなんとなくわかりますよね。この多分紐、この丸いところに、あ、もう通して、そのまま取る。むずい。はい。口で言うのは簡単で。口で言うのは簡単ですからね。で、なおかつ今回ここに3番のボタンが。お、え、3番って何それ。3番っていうのは、1番で横じゃないですか。2番でまっすぐじゃないですか。3番でそこで止まる。押したら高さが調節できるので、多分穴を通して3番で止めた方が。2個ですね。なるほど。さすが上級だね。え、さすが上級ですよ。これはなかなか難しいと思います、正直。クレーンゲーム自信あるよって人、ちょっと。お前聞いた。やっとせ。まあまあまあ、でも佐久間さんはどっちかというとクレーンゲームやる方なので。そう、これはね、いけると思いますよ。そう、これは嫁が囚われてるから助けにしよう。サンダルで靴下入れる。はい、俺はもうあの子だ。あ、そうですね。ちゃんと鍵にはあの子を一番取りやすいやつ。オーロラのスポット取ってくれよ。いくぜ。よいしょ。だからどんぐらいで開ける。そう、3番使わないとね、ちゃんと3番ないと。ちょっと、おっ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 、どこだ。惜しい。空振りだね。ノーダメージか。ノーダメージ。じゃあ、佐久間、ダメだったから、もう一人ぐらいちょっとやってほしいんだけど、誰かいるかな。阿部さんがやるそうです。何が焦るの。なんか、なんか俺の勝手なイメージだけど、右からこっちに動かすときって左のアームが見やすい。なるほどね。行ってきます。うわ、なんだ今。どう、行かないな。
見てみ、このみんな集まってきちゃう感じ。あ、やっぱ遠くから見んのやだ。入る、いけるいける。あ、でも行き過ぎた。うわ、いいんじゃない。いいよ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 、どう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 、いいよいいよ。あー、ちげー、遠くだったわ。ちょっと待って、なんか、おい、え、おこれサプライズ。リアクションいいね、みんな。ユーモアキャッチャーの撮るリアクションじゃないよ。いやー、テンション上がってるから、ブレイクダンスでもしようか。ブレイクダンスしようか。じゃあ、やりますか。撮ってくれる？ね、いや、すげえ顎出てた。そこじゃねえ、あの3メートルぐらい。ちょっと撮りたいわ。ちょっと待って、今ブレちゃったよ。今ブレちゃったよ。え、どうなの。え、ちょっと待って待って待って、やばくない、やばくない、入れてない、うわっ、うわー、はいはいはい、こんなむずいな。いや、むずいですね、やっぱり上手でした。普通なんか取れちゃいそうだな、危ねえな。難しいな。近いんだよ、一瞬こうやってガッてきた。いや、でも惜しかったよ。つけときます。もう一回やります。これで撮ったら本物だよ。え、早いと思っちゃった俺。今まで偽物みたいな。どうだよ。行く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 。もう一回走ってくるとこやな。おいおい、仕切り直そう。誰行くの。あ、顎出てたね、今意識的に。くそ、頑張れ。近い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 。いけるよ、集中。え、いいんじゃない、集中。あー、もうちょっとあれか。え、いけんじゃん、いけんじゃん、いけんじゃん。うわー、よくか。ちょっと手前って、今撮ってない。なあ、今のショックの受け方。今の何、今のこうやってぶつけたら、あー、そうでいいのに。苦しんじゃう。すごかったよ。深澤トルネード。こっちは、こっちの方が。それ技名何？深澤トルネード。おねえトルネード。おねえ。ちょっと遠くなるかな。こんぐらい？あ、でもいいよいいよ。来たか。お、来た。うわ。うわ。え、これどう、これ成功した方がいい？いい。当たり前じゃん。成功した方がいい。達人頑張れ。頑張れ。これやっぱ、青狙い？そうだ。好き、青狙い。狙いを変えた。青狙い。来たね。閉じる軌道で、閉じる軌道で、これ。あ、やば。え、入った。入ったよ。あ、やば。え、鳥なんじゃないこれ。え、ラッキーパンチ。ラッキーパンチ来たよ。おい。2個いった、今。すごいね。あ、行きました。待てな感じで引っ掛けて取るっていうやり方。上級は難しい。上級難しいです。やっぱり難しいですよ。はい、ということで初級、中級、上級やりましたけど、どうでしたか。あの、僕の腕前はいかがでしたか。もうセンスバッチリ。ありがとうございます。すごい。全然取りたいよ。本当に。いいよ。正直みんなもまだちょっとやりたいな。やりたい。ありますよね。あるね。ね。テンション上がっちゃう。そうだよね。ってことはじゃあ皆さん、あの、次週もお楽しみ。はい。以上。スノーでした。次週。こいつ勝手に次週にしやがった。次の2週にしやがった。うわ、すげえ兄ちゃん。待って、本物には触る。開いた。開いたんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？あ、おお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 、本当に嬉しかった。俺クレーンゲームで撮ったの人生初かもしれない。全然できないから。人生初何撮ったの？人生初何撮ったの？人生初はね、アイスキャンディー水晶パーティー。食べれんのそれ？食べれません。水晶パーティーだから。食べれない。